おはようございます。茂木耕作美空研究所長令、今日は令和6年6月6日でございます。48歳になりました。お祝いいただいた方々、皆様ありがとうございます。たくさんね、Facebook の投稿とかしていただいて、お一人お一人先ほどまでね、コメント返しをしてたんですけども、めでたい日というよりは、本当にね、ありがたい日だなと。なんか、この人にもお世話になってるんだなっていうのを一人一人ね、思い起こす日だなと。お誕生日がね。48歳になったから、おめでたいのでっていうよりも、まあ、ユジンさんのね、お誕生日の時も、なんかちょっとおっしゃってましたけど、その年齢になったから、どうってわけじゃないけど、やっぱりなんか、この人にお世話になってるなみたいなことを、ね、まあ、ご挨拶としてなんかおめでとうございますって言われたら、ね、ご挨拶としてありがとうございますって返すやりとりなんだけど、でもやっぱりなんか、そのありがとうございますはなんか、改めて、こんだけの年数生き延びれてるのは、おかげさまでございますよっていうのはなんかね、やっぱちゃんと思えるようにようやくなってきたんでしょうね。40超えて まあね、ちっちゃい頃はさ、1歳伸びるごとにね、俺も自分がすごくて、自分がハッピーで、周りもね、あ、すごいねっていう日だと思うんですよ、お誕生日ってね。で、だん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 なんかもう、年を重ねるのか、イコール老化みたいな、文脈になってくるときは、生き延びれたら、その分だけ、ね、お世話になったり、迷惑かけたりした人の人数が増えたっていう方が、まあ、圧倒的に多いんでね。まあ、その分、なんか、できれば何かしらね、お力になれるように、なんかなりたいなとは思いつつ、慣れてるのか、慣れてないのか、ちょっと定かじゃないけども、まあ、おかげさまで、一年生き延びましたよと。48歳、今日からはね、48歳伸び盛りです、ございますというプロフィールになるわけですけど。でもね、48歳伸び盛りですって、言えるように、することが47歳の時の毎日の目標だったんですけども、なんとかね、伸び盛りである状態でね、誕生日迎えられて、目標達成っていうのともちょっと違うのかもしれないけど、あ、これ今日もまた言えるなーっていう。伸びてんな、俺と。何がって言われると別に何も伸びちゃいないんだけど、なんか、そっちにフォーカスが行く自分であれるかどうかみたいな感じですよ。なんか特別頭良くなったとか、特別何かを知ったとか、特別何かができるようになったとか、よほどなんか劇的に特訓を積んで、人望が集まって何かでかいこと成し遂げるとか、そういうことじゃないけど、なんて言うんですかね、気力がもう、マイナスに明らかにいって、老化、あとはね、老化とか、ネガティブとか、何かしらね、そういう要素が、実際にはね、体のフィジカルとしては、そういうことたくさん増えてるはずだけどね。もうそっちよりも、なんか、明日また面白そうだなって思ってる脳みそが、ここにあるっていうのがね、一番なんか、そうありたいよね、って思ってたんですけども、まあ無事ね、48歳の伸び盛りですって言えるはず、かしがらずに言い切れるっていう、一日を今日もね、迎えることができまして、いや、非常にありがたいことでございます。これはね、もう本当なんていうか、別に一人でそう思ってるだけでも全然いいんですけども、まあ、やっぱりね、ある程度 毎日毎日なんかこう、何してるわけじゃなくても、なんかね、話聞きに来て付き合ってくださってるっていう、サロンメンバーの方にはね、もう本当に感謝してもしきれないですね。ありがとうございます、ひろみさん。毎日 割とここんとこ毎日、ありがとうございます。で、ユージンさんもね、わざわざサロンの中に、
お誕生日おめでとうメッセージをくださいまして、Facebook の機能でね、なんかウォールに投稿するっていうので、たくさんの人からいただいたのも本当にありがたいんですけども、なんかあえてね、このサロンの中であれを一言入れてくれるっていうのも、なんかね、家族に朝起きて妻にね、48歳おめでとうと言われたのと、なんかこう似てんなーって思って、その ありがたいなーと思いましたね。ほほー、48ですかーみたいなこと言って、息子が。すごいねとか言って 姿勢いいですねみたいなこと言われて 若いじゃんみたいなこと言われて。息子にそう言われるってのはありがたい話ですよね。いや、そんなわけで、言ったらあれですよ。戦うが年齢ですけども、自己ベストっていうことです。当たり前か 年齢自己ベストは誰でも必ず達成できるんだけど、でもこれはね、自己ベストなんですよ。僕の中ではね。最大の数値を叩き出すというね。48。去年までは47だったけど、当たり前なんですけども 俺の中では自己ベストってことにしときたいなと思っております。そんなわけでですね、皆様、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、ゆかさんのメルマガ、皆さん撮ってますか？サロンメンバーの皆様はですね、ぜひ、ゆかさんのね、無料のメールマガジン、ぜひ登録いただきたいんですけど、毎朝っていうわけじゃないけど、ここのとこ結構、ほぼね、毎日配信されてる、セルフコーチング関連だったり、ゆかさん自体の日常でもあるし、トレーニング記録でもあったりっていう内容の、朝ハッピーになる何かしらっていう感じのね、メルマガなんですけど、先日の千葉マスターズってことなのかな？なんか、幅跳びのね、自己ベスト、3メートル93でしたっけ？ 7 でしたっけ？おめでとうございます。素晴らしい。こちらは正真正銘の本当のちゃんとした努力の、成果としての自己ベストですからね。これはすごい話なんですよ、これまたね。前回が87、3メートル87で自己ベストだったんでね。その前が、30センチぐらい、だから3メートル50ぐらいからスタートして、30センチぐらい伸びて、今回すごいみたいな感じだったと思うんですよ。4月だったかの自己ベストが、3メートル80いくつとかで。で、今回が、3メートル90。で、目標としてるのが4メートル十何センチとかって言ってたと思うんですよね。マスターズで、ゆかさんの年齢だと、55なんです。M55 のクラスなのかな？ 59 歳だから。で、60になる前でいくと、60になったらもっと世界記録自体は下がるから、もっとチャンス出てくると思うけど、M55 で59歳の人が3メートル97って とんでもない記録だからね、これ。もう世界的に見ても相当トップ1%に入るぐらいの記録だと思うんですよね。なんか確か世界記録、ゆかさんが聞いたの、4メートル十何センチかなんかだったと思うんですよね。で、それを真面目に、目指してるっていう話を、去年のサロンの中で結構、ね、ゆかさんシェアしてくださってて、で、当時はまだ4メートル30ぐらいの段階だったと思うんですよね。で、僕も話聞きながら、もちろんなんかこう、ね、話した時に、いや、それは、もちろんね、応援するけど、いや、あんまりあまりのね、熱量だったから、怪我しないでねってちょっと思ってたんですよね。そ したら、案の定一回怪我してみたいなこともあったりしたんだよね。なんだけどさ、いや、だから別に無理だと思ってたわけじゃないけど、あんまり焦ったら、怪我の方が怖いよねっていうぐらいの、もう本気なんですっていう熱量だったから、覚悟と熱量と。で、それはなんかこう、決してね、ただ趣味で陸上競技やってるんじゃないんですって。それと、自分のやってる本、なんていうか、
人生のね、ライフワークとしてこう取り組んでらっしゃる、こう、セルフコーチングを人に伝えるっていうことをお仕事としてやってるわけですけど、やっぱりね、なんかこう年齢で何かを諦めるみたいな人が、やっぱりクライアントさんに結構ね、でも多いんだと思うんですよね。で、もう年なんでとか、私ももう何歳なんで、もちろんできるだけ良くはなりたいんだけど、そこまではちょっとっていうのが、やっぱり、その、セルフコーチングとかコーチングとかって、いろんな人とこう、向き合っていくと、必ずどっかで壁ぶつかるときって、そういうところに、なんかこう、自分でブロックかけちゃうっていうのは、まあ、一番よくあるブロックだと思うんですよね。で、まあ、実際、無理したら、ね、年齢でこう、衰えをこう、無視して無理したら、本当に壊れちゃうっていうのも、本当のことだから、諦めるのとも違うけど、無理しすぎないのも大事っていう、その間を取るのがすごく難しいから、セルフコーチングっていう技術があるわけで。で、それをこう、ゆかさんが伝えるときに、セルフコーチングそのものの技術、メソッドだけじゃなくて、自分ももちろんね、ハイパーパフォーマンス、目的、目標を設定して、マイルストーン作って、一歩一歩進むみたいな、もちろんお仕事上それやってらっしゃると思うけど、全然なんかこう違う、明らかに目に見える陸上競技みたいなもので、で、明らかに年齢を言い訳にしやすい、ところじゃないですか。こっからこれはもう無理でしょっていうやつね。言いやすい。で、それは、その、走りの学校の最初に入ってきた最初のきっかけの一つでもあるし、なんか100メートルのタイムとかっていうのも、もちろんそうだけど、まあ、もともとゆかさん、こう、高校の時にね、走りハイボートやってらっしゃって、それで行くと、なんか、一回やめたものをもう一回再チャレンジするみたいな文脈と、まあ、今普通にそこ、それなりのちゃんとした努力して、4メートル30ぐらいでももうと、十分すごい記録なんですけど、それをちゃんと、なんか、世界一ってところまで持ってくっていうのを、本当に、なんていうか、うん、まあ、60、50、60っていう年齢でも、諦めずにこれぐらいのペースでちゃんと積み上げていったら、これぐらいのことできるっていうのを、本業と全く別の文脈でも、目に見える形で示すっていうことと、リンクしてるっていう。だから単純に趣味でやってるわけじゃないっていうね。まあ、趣味は趣味でもあるけど、だから、なんかその、ただの自己ベストじゃないんですよ、ゆかさんにとっては本当になんかゆかさんのこうセルフコーチングの講師として、いろんなクライアントさんに向き合っている中でもちろん技術とかその状況に対して言えるこ言葉で伝えれることはもう 100% 伝えているけど、それ以上に現実で示せることがあった方が、やっぱ勇気づけられる人ってたくさんいるだろうなっていう。その文脈なんですよね、やっぱりね。で、まあ、だ僕は別にさ、そのゆかさんのクライアントっていうわけじゃないから、直接そういう説得力を感じたとかっていうわけじゃないけど、でも、もしね、その、ゆかさんに、こう、コーチング受けてるクライアントさんの立場になったとしたら、それ全然、こう、見え方変わるっていうか、ゆかさんの言ってる、ただのメソッドとか、ただの技術っていうふうには、見えなくなっていくと思うんですよね。全然違うところでも、無理じゃないって、ちゃんと決めて、無理じゃないペースをちゃんと作って、ちゃんと自己管理して、毎日、そんなこう、苦しいとか、しんどいとか、そういうニュアンスの努力ではなくて、毎日人ニコニコしてるじゃないですか。最近ね、YouTube チャンネルもたくさんアップされてるんで、ぜひ皆さんね、見てください。ずっと笑ってるんだよ、人。で、こっちの方がなんだったら僕はすごいと思いますからね。幅跳びで3メートル90もすごいんだけど、もうそれ以上にすごいなら、この人ずっと笑ってるのがすごいと思うんですけど。その人がね、まあ、わずか1年ですよ。で、1年で、もうなんかもう、1メートル近くね、記録伸ばして、
まあ、幅跳びやってない人からしたらさ、それがどれぐらいすごいのかピンとこないみたいなのも正直あるかもしれないですけど、いや、まあ僕もね、別に幅跳びやったことあるわけじゃないから、で、自分が何センチ跳べるのかも把握してないし、本当に分かってるとは言えないかもしれないですけど、まあでも、ね、毎日コツコツやって、で、正しく管理してたのに怪我もあって、で、怪我の後リハビリするってなると、これぐらいのことがなんだかんだってっていうのをこうずーっとシェアしてくださってたから、これは大変だなと。で、不運もあったりとかするんですよね。別にこう自己管理を失敗したとかじゃなくて、たまたま運悪く交通事故でこう、車をぶつけられちゃったとかさ、まあそれでなんかちょっと、まあ幸い大怪我にはなってないけど、これでちょっと調子崩したりとか、そんなことまであって、それもなんか、包み隠さず全部オープンにしてね、こう僕らに共有いただいてるからこそ、だから単純に数字が自己ベストっていうんじゃなくて、なんて言うんだろうな、本物だなってわかるじゃない。これすごいって、あがめたいわけじゃなくて、本物の、なんていうか、成長とか、メンタルブロックをちゃんと外して、でもあることはあるから、誰だって。ゆかさんにだってあるわけじゃないですか。だけど、あるものを、ね、心理的なハードルみたいなのも、ちゃんと自分にもあって、最初からなんか何でもかんでもポジティブにやれば、何でも乗り切れるみたいな、雑な話じゃなくて、丁寧にこう、自分のこういうとこあるなと、こういうこと起こったっていうのはどういう意味があるのかなとか、一つ一つね、なんか、一個一個、まあこう積み上げたら膨大なんだけど、一つ一つ割と些細だったりするんだけど、でもその全部の、なんかこう、筋力的なトレーニングの努力の結果ももちろん、わかりやすい、ですけど、それだけじゃなくて、日常なんか何食べるとか、誰とね、一緒にいる時にどういう言葉を使って、どれぐらい笑って過ごすかとか、なんかそういうのも全部、結局最終的にはその自分の目指してるその3メートル90何歩とか、世界記録の4メートル10何センチとかっていうところに、ちゃんと繋がってるんですよね、ゆかさんの場合ね。それがちゃんと可視化されてるっていうのが、一番なんていうか僕らが見てて、なんか、あ、こういう人でありたいですよねっていうね。だから48歳のウィリー盛りですってこうね、自分の誕生日に思いたいなとも思っていて、そういうふうに迎えられたのもありがたい話なんですけど、そう思えたことの要因の一つはやっぱりね、自分、その、このサロンでね、関わってくれてる人の半分が自分より年上で、その人たちが、自分よりちゃんと、なんていうか正しくもがいてて、まだまだ、成長できるって信じてるみたいな、先輩の背中があるっていうのは、もう本当にね、ありがたいというか、これ以上の感謝ないっすね。これ以上の環境もないっていうか。まあもちろんそのね、家族とか地域で、近くで付き合ってる人たちがこうね、よくしてくれるとか、それも本当にありがたいんですけど、やっぱりね、こう なんていうか、まあ全然ね、意味合いは違うんですよね、やっぱりね。実際自分の近くにいる人が、支えてくれてるっていう感謝と、それと別に、全然遠くにいるんだけど、あるいはもう自分より全然年齢いってて先にいってるんだけど、毎日毎日全然こう成長諦めてないですよねっていうか、まだ全然余裕で伸びれますっていう、日々の、こう、なんだったら公に発信してるわけですからね、みんな。これがなんていうか、これはなんかこう今まであんまりね気づかなかったっていうか、これはありがたい環境なんですよ。それを見れてるか見れてないかで、この自分の周りでね、こうやっぱりどうしても年齢の低い人の方が多くなっていくからね、年齢重ねていくと当たり前なんですけど。そうするとなんか、なんていうかね、去年、
去年の誕生日の時にね、思ったのが、老害にならないためにはどうしたらいいんだろう、みたいなことを言ってた気がするんですけど。やっぱり、下の年齢見てると、まずね、自分がこう、年老いて衰えていくことに対するこう、諦めがどんどんね、なんか、つけやすくなる状況とか、条件とか、出来事とか、もう、どんどん目に入ってくるんだよね。刺激も受けるんだけど、頑張ってる自分より若い人からの刺激とかって、もちろんそれはもうそれでね、あるんだけど、一方で、なんかこう、一番欲しかったのが、年齢が自分より上で、しかもこう、オンラインで全世界に、公にこう、堂々たる発信をして、でも一言一言はこう、日常の些細なことなんだけど、それがこう、ちゃんと、成長としてこっちから見てると、先輩がまだ成長してるみたいな。その姿はね、やっぱ一番欲しかったやつだなって思って。それがね、あったおかげですよね。それで48歳伸び盛りですって、誕生日の日に言い切れる自分で入れたんだなっていう。そんな感じでこう、ちょっとね、なんか、無理やり結びつけてるわけじゃなくて、本当にね、やっててよかったっていう 感じですよね 付き合っていただいてて、本当にありがたいです、本当に。はい。ということで、佐藤ひろみさん、おはようございます。川明さん、おはようございます。小山愛さん、おはようございます。佐藤奈君、おはようございます。奈緒君のね、スタイフが、たまりにたまっております。昨日、ギリギリ1本更新されました。5月31日の分でございます。ぜひね。皆様、次をと いう、無言のメッセージを込めてね、31日の放送をぜひお聞きください。いや、よっぽどいろいろあるんですね。だから、まあなんかこう、話しきれないっていうか、こう話す時間を作るのも、まあ大変なぐらいこう、アクティブにやってるってことだから、もう全然なんか、こだわるところじゃないのかもしれないですけど。連続毎日っていうことにね。でもなんか、やっぱり、一言でも1分でも2分でも3分でも、なんか、こういうことあったよっていう、あいつらと会ってきたよとか、こいつらと飲んだよとか、求人行ってバイトしてきたよとか、大学ではこう発表の準備こういうのやってますよとか、もうすぐ学会なんで、今ここで めちゃめちゃ追い込まれてるんですみたいな。あれはやっぱりね、なんて言うんでしょうね。なんで聞きたくなるんでしょうね。すごいこう、俺にとって必要なエナジードリンクになってますね。完全に。ナオ君にとっては、まあまあしんどくなってきてると思う。結構ね。こんだけフィジカルには立て込んでて、求人もあって、研究発表もあって、で、あいつとも会うし、こいつともなんか話したいことあるし、みたいなので、もうぎゅうぎゅうなんでしょうね。それがすっごい伝わるから。いや、さすがにね、そこまで、真似しようとは思いませんけど、エナジードリンクではあるよ。正直言って はい。ということで、ぜひ皆さん、3回ぐらい聞いてあげてください。再生数回してってください。まあそれがね、ナオ君に別に圧をかけるわけじゃないんですよ。エールとしてね、ハートマークをした上で、何回か聞いてあげると、乗り越えれると思うんですよね。いくら佐藤直とはいえどもね、人間なんで、まあまあ大変なんだと思うよ。はい、山田友人さん、おはようございます。中村周平さん、おはようございます。寺修華さん、おはようございます。走り幅跳びのね、自己ベストを更新、おめでとうございます。素晴らしいです。清水信之さん、おはようございます。体の調子はいかがでしょうか。無理しないでねと言っても無理してたから、まあ、くれた休みだと思うんですけど、まあでもね、ストーリーズで、こう、あれぐらいの書きぶりっていうのは、まあある意味なんか、体調早く良くなった方がいいんでしょうけど、必要な休養なんだろうなっていう。まあ体重もね、減るのがどれぐらいいいのか悪いのかわかんないですけど、まあ、お大事になさってください。
山本健太さん、おはようございます。森本あかねさん、全くんかんくん、おはようございます。砂塚森太郎さん、おはようございます。ということで、今日も皆様一日、どなたと笑いますでしょうか。今日も良き一日をお過ごしください。友人さん、ひろみさん、ありがとうございます。じゃあまたね。